どうも、ピープルゲットレディの田尻です。昨日までの、YouTube 動画の更新で、無事に30日間連続更新することができました。ありがとうございます。9月27日から、更新を始めました。で、昨日の東京買い付けの2日目の動画でちょうど30回だったんですよね。で、まあ本当にね、もうご覧いただいてる皆さんがいてのここまでの継続だと思いますので、まず感謝を申し上げます。誰も見てないと思うと絶対できないんで、やっぱりですね、誰かが見てるって思うだけでこうやる気はね出たのは間違いないので、本当にねありがとうございます。もういつもね毎日見てますという方、本当ね暇な時で大丈夫ですからね、本当時間、貴重な時間をいただいてはいけないといつも思ってますので、はい、のんびり今後も見てください。今日はちょっと手元に、簡単なねこうちょっと調べた数字なんかを並べながら、ちょっとこうのんびり話そうかなと思うんですけど、まずねズバリこうここにあります、30回分の更新なんですけど、まあねサムネだけ見るとよくやってんなみたいに見えるんですけど、この内容をまあ30日間いろいろ振り返って、まあね皆さんご存知だと思いますけど、 YouTube ってこうどれぐらいの年代の方が何割見てるかとか、男性が何パーセントでとかね、女性が何パーセント見てるってこう調べることができるんですよ。で、まあ簡単なところでねデータをお伝えすると、まず今まで、まあ今日この撮影をしている段階でね、登録いただいてる、チャンネル登録していただいてる方が259人になってます。もう本当にねこの数字っていうのは、インスタグラムをねずっと何年もやってきて、それを見てくださった方がこう最初にね登録いただいたりしてたので、もうねここまでの数字はもうありがたすぎる数字かなと正直思ってます。で、過去の28日間というデータの出方がしてたんですけど、まあ、28日間で、延べ再生回数が13,000回、なんかこうやって聞くと嘘だろって思うぐらい多く感じるんですけど、まあすごい数ですよね。13,000回見ていただいてるというのはちょっとねえすごい数ね、こんな自分のチャンネルですらそうなんで、チャンネル登録者数が1万とか10万とかね、何十万の人たちってもうすごい世界ですよね、ほんとね。もう訳わかんないですね、ほんとね。で、一応ね、年齢層、その前にね、男性女性比率で言うと、男性がね、95.7% 見ていただいてます。ほぼ男性ですね。貴重な 5% 未満の女性の方が、見られてる可能性があると。まあほぼ男が見てるチャンネルってことですね。はい。で、やっぱね古着っていうテーマがいろんな年代層の方に愛されてるんだけど、ほんとつくづく思いました。もうね18歳からこう段階的にこう分かれてるんですけど、 上が一番64歳の方まで見ていただいてたんですけど、ずっとね 20% 前後に分かれてるんですよ。どこかがゴーンと突出してるわけじゃなくて、だからもっと自分のね年齢に近い30代後半から40代前半とかの層が多いのかなと思ってたんですけど、意外に若い18歳以上の方がね 20% 以上見てたりして、結構ねもう分散してます、今のところはですね。今後もね変わっていくのかもね、内容によってどんどん変動すると思うんですけど、今のところはねまあいいバランスでいろんな方が見ていただいてます。はい。でそこでですよ、こう過去の、トップ5の動画がこちらですけど、もう嬉しいような悲しいようななんですけど、釣りの天草動画が1位っていう、その1000回を、再生回数が1000回を最初に超えたのがやっぱりこの釣りの動画で、もうね自分のチャンネルがどうこうじゃなくて、釣りの検索にめちゃめちゃ多分ヒットしてるんだと思うんですよ。
熊本天草釣りとかね、天草昭和寿喜とか、やっぱりこう釣りに行く人ってこうまず自分もですけどリサーチをして、せっかく行くんだからね、どこに行こうかなとか、どこが今釣果が上がってるんだってやっぱリサーチするんで、もう単純にそれでうちのチャンネルが引っかかっていただいてるというかね、古着なんて全く興味のないもう釣り一本みたいな人にも多分チラッと映ってると思うんですよね。だからこう古着チャンネルとしては不本意ながら釣りチャンネルが釣り動画が1位になってますね。これはちょっとね、まあでも釣りは好きなんで嬉しいんですけどね。まあはい。でやっぱりね、全体的にアップしてて思ったのは、やっぱ着こなし動画みたいなのは人気でしたね。秋の着こなしとか入荷商品で着こなしのご提案みたいな動画はもう最初のうちから数字がぐんと伸びてたんで、やっぱり、あ、皆さんやっぱ着こなしとかをね調べてみたいなって思ってるんだなっていうのは分かってたので、まあ今後もねそこはしっかりやっていこうと思います。あとはね、まあもうサムネがね狙いすぎてる、このね、あの古着をやった方がいい10、絶対やった方がいい10の理由、これねもう YouTube のまあセオリー通りじゃないですけど、もう見ていただくためにこういうサムネを作ったらいいよっていうのをもうまず全部真似してみようと思ってやってみて、内容に関してはもう本当結構素直にそのまんまなことが言えたかなとは思ってるんですけど、まあなんかね、古着屋をやってみたいとか、ちょっと興味がある人にとっては一回こう、なんだろうこれって思う、こう内容っていうかね、サムネの映像でこう伝わっていると思うので、まあ少しでもね、ちょっと長めなね、動画なので、こう、なんだよこのおっさんうぜえなって思われる人絶対いると思うんですけど、まあちょっとね、じっくり聞いていただいたら、あ、こいつはこれが言いたいんだなってわかると思うんで、ちょっと今後もこの動画見てほしいなと思う動画ですね。とあとね、やっぱおなるほど強いなと思ったのはデラックスウェアさんの10年着てもへこたれないスウェットの動画ですね。これはねやっぱりデラックスウェアさんの力かなと思います。やっぱりね自分もすごく信頼してるしおすすめなブランドさんなんですけど、日本中にやっぱりファンが多いなという印象で、デラックスウェアのスウェットってどうなんだろうとかね、アメカジっていうカテゴリーでスウェット探そうかなというような人たちに多分目に留めてもらってると思います。これはねやっぱり自分が10年着てきたっていうところの、まあ、説得力はねちょっとあるのかなと思うので、ご覧いただけてるっていうのは単純に嬉しいですね。これはそして、まあ、5つ目がね店内動画を撮影した2回目の投稿なんですけど、これはねインスタグラムのプロフィール欄にこうリンクでつけてたので、多分そこから見ていただいてることで回数が上がってるんだと思うんですよね。まあまあうちのお店ってこういうな中身っていうかね、店内の雰囲気ですよっていうのは伝えられてると思うので、まずこれ見て、あ、ちょっとね自分の趣味に合いそうだなとかね、あ、ちょっと自分の好みじゃないなっていうのをちょっとねジャッジしてもらえるいい動画かなと思います。はい、まあ、こんな感じでおすすめのね動画、おすすめというかよく見ていただいた動画がまあこのここなんですけど、まあ悲しいかな、見ていただいた動画があれば逆に見ていただいてない動画がありますよね。この3つなんですけど、まあねラーメンを食べに行った動画はもうほんとネタがないんで、でもね意外だったんですよね。ラーメンとかこうねグルメってやっぱ絶対的な、なんかやっぱ分母が大きすぎるのかもしれないですね。こう見てる人の数ってね、こうその YouTube の中に存在するラーメンのネタなんて無限にあるんでしょうけど、サムネにねポンとラーメンがあるんで、なんか意外にこうクリックされたりするのかなと思ってたけど、思った以上にされなかったですね。はい、でこっからね私はちょっと力入りますけど、ギターのネタがまあ不評ですね。悔しいっていうか、もう悲しいというか、力不足が否めないのか、なんでこんなに見られないんだろうっていうぐらいですね。ギターの特にですよ、ちょっと前に上げたエレキギターの始め方の動画は自分の中ではですけどものすごくちゃんとできたと思ったんですよ。説明が丁寧にできている動画だと思うんですけど、もうね何日か経っても100回再生に達してなくて、昨日かやっと102回とかそんな感じだったんですけど、こんなにギターにみんな興味ないんだってこうね
悲しいっていうか負けちゃいけねえって思いましたけど、いやーちょっとね不本意ですね。こんなにみんなギターのネタ興味ねえんだと思って、自分はこうね古着とロックっていうこうねなんかサブタイトルみたいなのずっとつけてますけど、とにかくバンドをやる人増やしたいとかギターをやってね見たい人増やしたいっていうのも一つのテーマでやってるんですけど、まあそっちがめちゃめちゃ、弱いということでちょっとねムキになりますよ。ここはもうもっと普通だったらねこう弱いところはもう切っていって強みを伸ばすっていうのがもうセオリーだと思うんですけど、ここはね譲れないところなので、ギターネタはね負けずに今後もどっかでバズってくれって感じで上げ続きますので、諦めずにというか懲りずに見てくださいあ、ギターか見なくていいやっていうのはなしでお願いします。はい、まあねこんな感じでちょっとたった1ヶ月間なんですけど、振り返るとねいろんなことやれたなと思うんですけど、もう今後もねやってみたい企画自体はたくさんどんどんねこう書き出してるんですけど、これやりたいなあれやりたいないっぱいあるんですけど、いかんせん一人でやってることとお店がやっぱり午前中からね準備して夜8時までやってるので、ほぼねちょっとこうフリーで動くなんてことはまず不可能なので、ちょっとこうそこはね試行錯誤してますけど、基本的にね大変か楽しいかといったら楽しいの方がちょっと今上回ってるんですよ。もうこれはありがたいんですけど、自分のね、まあ、今までねブログを書いたりインスタグラムを更新したりするのとあまり変わらないかなっていうイメージで、今日これがね入荷したんでこれを紹介しようとか、今日はここに行ってきたんでね、こういう内容でご案内しようとかねご紹介しようっていうのをただパソコンで書くか動画で撮るかだけの違いなので、言うほど変わらないっていうのがね率直な意見です。ただ編集、まあでも編集も結構ね簡単なんですよ。本当にね簡単にやってるんで、もうテロップっていうんですか、吹きなんていうんですかね、字幕っていうんですか、テロップっていうんですかね、あんなのずっとつけてこうめちゃめちゃ手入れてっていう動画ではないので、もうめちゃくちゃね楽にやってますけど、全然楽しいです。もう大変かどうかで言ったらもう本当に楽しいんで、まあ今後もね、連続記録がねどこで途絶えるかっていうのは正直なんか熱が出ちゃったとか、もう本当に撮影する時間がなかったとか、なんかもう突然なんか用事が入っちゃったとか、そういうねアクシデント的な中断っていうかアップできなかったがどっかで出てくると思うんですよね。だからまあ、その時はしょうがねえやっていう感じで、それまでは少しでもね内容薄々でもとにかくね赤点ギリギリの点数でもいいから動画を上げるっていうのは結構思ってて、もう100点の動画撮ろうなんてもう無理なんで、まあ60点、もう60点いってない、もう50点ぎねちょっと超えたかなぐらいでももう出そうって感じで、とにかくもう毎日ね何かしら上げようと思ってますんで、本当はダメなのかもしれないですけどね、こんな薄い内容をあげたらですね、もうギュッと濃縮した濃ゆい一本で勝負した方がいいのかもしれないですけど、まあうちは洋服屋のチャンネルなので入荷商品をねどんどん上げたりしていこうかなと思います。でなんか基本楽しいんですけど、あなんかねこう困ってるところというか、こう実際やってみて大変だったなっていうのだけちょっとお話しすると、オープンして夜8時まで喋ってというかお客様とご接客をして、で基本的には8時に外のシャッターを閉めてから動画の撮影に入るので、一番何が困るかって言ったらね、もう声がかすれちゃってるんですよね。もう何回かね動画でちょっと聞き苦しい声の日があったのもね感じられてるかもしれないですけど、一日ね お客さんとお話してるので、なんかどんなにね水を取っててもちょっとね声がかすれちゃうことがあって、ちょっとね撮影しにくいなっていうのはもうほんとその辺ですよ。だから一番いいのはね、こう営業中にちょっと1時間とかね、まあ、30分から1時間ぐらいの時間が取れてね撮影がパッとできたらすごいいいんですけど、そうもいかないからですね、突然ねそこからお客さんが来て、お何やってんのってなるし、こっちも恥ずかしいしですね
あのそれができないのがねちょっとまあ悩みです。でもまあ、はい、なんとかやっていこうかなと思っております。あとはねもうちょっと注意でね下に書いてますけど、このシャッター目の前が国道3号線なのでシャッターが揺れる音がね入っちゃうんですよ。それだけはね本当もうすいません。うるさい、ね、ヘッドホンとかで聞いてる人多分ちょっとうるさいと思われると思うんで、そこだけはねもう環境上よろすいません、ご容赦ください。はい、まあこんな感じで1ヶ月をね振り返って、まあ基本楽しくやってますっていうところと、あの見ていただいた方にねただただ感謝というところでございます。でまあ目標、次の目標なんですけど、まあ次といっても結構長いスパンの目標なんですけど、まあ6ヶ月間半年でチャンネル登録者数を1000人までなんとかね頑張って1000人登録者数をこうね伸ばしていきたい、登録していただいている方が1000人をまずは今の目標に設定して頑張っていこうかなと思います。だからあの見てるけどですね、登録してないで見てるよっていう方今すぐ登録してください。あのねこれ自分も釣りのチャンネルとかバンド関係のチャンネルとか YouTube でよく見てましたけど、チャンネル登録ってしなくても基本見れるじゃないですか。もうこれ自分もそうだったんでそうなんですけど、なんかこうチャンネル登録ってするとなんかデータが抜き取られるんじゃないかとか、なんか余計なこう嫌なねなんかこう通知が来るだとか、何かこう相手にね本当なんかこう情報が取られるんじゃないかって思ってたりした時期もあったんですけど、自分がねやったら全然、いやなんでやらなかったんだろうっていうぐらいこうね自分の中のこう自分がいつも見てるチャンネルのこうライブラリーを整理したりとか、こうまたアクセスしたいチャンネルをこうねグループ化したりとか、めちゃめちゃあのチャンネル登録した方があの便利ですので、あの何の誘導なんだろうって感じですけど、あのチャンネル登録ねしてからぜひこの People Get Ready チャンネルを見ていただけたらと思います。あんまりねチャンネル登録してして言うと逆に嫌だなって思う、なんかそういう心理ありますけど、あのぜひですねチャンネル登録をしていただいて、もう半年でなんとか1000人、6ヶ月で1000人をね頑張って達成したいなと思っておりますので、応援ご協力よろしくお願いします。では、こんなこと言ってて明日突然あのね連続更新が終わるかもしれないですけど、頑張って上げ続けますので、引き続き見てください。本日もご視聴いただきありがとうございました。